ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井出隊長の今三時そうね、大体ね。はい、さあ今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井出隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする60分番組です。1時間の生放送ですので、ツイッターやチャットの方でどしどしメッセージやご質問お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、今日のアシスタントは森見春菜ちゃんです。はい、森見春菜です。よろしくお願いします。いや毎日見てるよ、ドラマ。ありがとうございます。今終わったが24話ぐらいか、今日で24話ぐらい、23までちゃんと見てますから俺は、バッチリとね。はい、相変わらず背はちっちゃいですね。ちっちゃいですね。ねえ、伸びるように頑張ります。はい、フジテレビ系の揉める角には服着たるというね、はい、昼ドラに毎日出てるんですけど、S&K 法律事務所の詳しすぎだよね。S&K 法律事務所の中で一番小さい人を見つけたら森見春菜ちゃんですから。でも裏話すると、おうおう、たまに足元映らない時、うん、背伸びしてますから。あ、本当。少しでも差を縮めようと。そうね、はい、森見春菜ちゃんがパンツスーツで頑張ってますからね。はい、頑張ってます。ね、見てください。あ、毎回いろんな事件が起こりますけどね、あのくだらないのから大きな事件まで、大きな事件までね、いろいろ考えさせられることもありますけど、はい、ね、頑張ってください。ありがとうございます。はい、今日は原宿からの生放送でして、こちらは明治神宮前駅徒歩3分、原宿駅徒歩5分の明治通り沿いにありますソーシャルラウンジのアジトさんでございまして、この間なんか1周年ということで、この店おめでとうございます。聞こえてんのかしら。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、住所は渋谷区の神宮前 1-8-5 ということで、非常に素敵なお店ですので、ぜひぜひお酒飲みにですね、来ていただければと思います。はい、今週ね、この土日で今度沖縄行ってくるんですよ。お、野球のキャンプのちょっと取材でね、行ってくるんですよ。野球キャンプに行くのかと。俺が野球キャンプに参加するんじゃないんだけど、取材で行くんですけど、初めてね、僕野球ファンなんですけど、あのキャンプは初めて行くんでちょっと楽しみなんですけどね。ということで今日は沖縄の A&W の T シャツ、ルートビアの T シャツを着てきましたよ。ね、なんか沖縄25度あるらしいんだね。すごくない？こっちは雪だとか言ってるのに。本当ですよね。同じ日本とは思いませんけどね。はい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ということで今日のゲストは、今日のまずテーマはですね、はい、マンション。今日珍しいでしょ。今日のテーママンション。マンション。マンションに住んでる方もきっと多いと思いますよ。昔よりマンションは多分増えてるんでしょうね。そうですね。ね、ということで今日はマンションをテーマにお届けするんですけど、まず一人目は実は、はい、私の中学からの友人なんですよ。そうですね。でしょ。こちらラーメンミュージシャン、はい、こちらマンション、すごいでしょ。マンションミュージシャン、マンションミュージシャンなんですよ。ミュージシャンですね。多少ね、ミュージック的なことも後でやるのかな。ね、ということで、株式会社ディグアウトマネージャーの長田正幸くんでございます。よろしくお願いします。そして、長田くんの、パートナー会社っていうんですかね。そうですね、パートナーです。パートナー会社の、メル住み心地事務所の鈴木隆治さんです。よろしくお願いします。はい、ということで今日のテーマはマンションなんですけど、本当に今さっきちょっとお話出ましたけど、マンションって今増えてますか、昔より。はい、そうですね、今昔より増えてますという返事をするんですけど、はい、今全国ではですね、マンションのお部屋で行きますと570万戸のマンションがある。でそしてそこに住んでる方が今全国で1400万人いる。1400万人ですから、日本の人口の10分の1人に1人より多いですね。ですね、それが今の現状です。なるほど。そのぐらい今増えていますね。なんかね、土地があるとマンション建てちゃいますもんね、最近の人たちは。そうですね、人たちはね、あのマンションっていうのはですね、大きく分けて2つあるんですけどね、あの皆さんが家賃を払ってそこに住ましていただいてる賃貸マンションと、それと、そのお部屋を買って住んでる分譲マンションと、2つの種類があるわけですよ。で、私たちが仕事しているのはその分譲マンションのお住まいになっている方々を相手に仕事しているんですけれども、はい、
もともとマンションは一つの建物ですから、はい、屋根が一つで、うん、一つの屋根の中にたくさんの人が住んでるんですけれども、うんうんうん、それぞれのお部屋に違う生活があるわけですね、はい、生活環境も家族構成も全然違う人たちがそれぞれのお部屋に住んでる、はいはい、そういう複雑な形態なんですよ、うん、でその分譲マンションというのは言葉の通りそこのお部屋を買うわけですね、はい、買って住むわけです、うん、でマンションを最初に買おうというふうに考えた場合ってどうですかね、どういうところを気にして買ったりしますか、マンションを買うときですか、うん、まあ立地ですよね、まずは、うん、一番は、はい、立地、間取り、うん、はい、ボーン、ボーン、分譲の方がボーンがいいっていう、うん、おー、まあ、なるほど、そうですね、今ボーンというお話がありましたけど、ね、はいはいはい、確かに今おっしゃる通りですね、そこの町に住みたいとかいうことで場所、うん、そしてこの建物に住みたいなっていうこの外観ですとか、そしてそのお部屋の中の間取りなんかすごく気にして買うわけですよ、はいはいはい、ところが実際マンションというのはですね、うん、住んでからが実は大事なんですね、はい、住む前より、住む前よりですね、うん、最初に買うときは今のところしか気にしてなかったのが実際住んでみるとですね、うん、今度は長い間その建物を持たそうとしなくちゃいけないわけですね、うん、ところが建物は一つですから、うん、このいっぱいの住んでる方がみんなで協力をして、はい、でその建物をみんなで力を合わせて維持していかなきゃいけないと、うん、いうことなんですけど、そこまでよく分からなくて買ってる人がほとんどなんですね、そう思います、ね、はい、そこに大きな実は問題があるんです、はい、でそのマンション実際住んでいますと、もともと全く違う生活をしてた人が一緒に住むことになるんで、うん、いろんなトラブルが発生するんです、ね、そうでしょうね、価値観が違いますもんね、そうですね、住んでみるとこんなはずじゃなかったというようなことになることって結構あるわけです、うん、はい、まあ、そういう方々から相談を受けて、うん、いろんな問題解決に当たるというのが私たちが今やってるマンション管理士という仕事でやります、はい、なるほど、はい、それをやってるのがメルス居心地事務所さんなんですね、はい、そうです、はい、マンション管理士、はい、管理人っていうのはよく聞きますよね、管理人さん、はい、聞きます管理人さんとでも今聞いてると全然違う仕事が違いそうですね、一文字違うだけで、そうですね、これよく聞かれることなんですよ、はい、でその分譲マンション、はい、にですね、全部お持ちの方がですね、うん、みんなで頑張ってこのマンションを維持修繕して長く住めるようにしようよと来た時に、それでも実際住んでる人っていうのは不動産のことは詳しくないですし、ましてやマンションの管理のことなんて考えないで買ってるわけですから、素人の人の集まりなんですね、うんうん、ではその素人の人たちがマンションの管理のプロに、うん、その管理を任せて、うん、お金を払って任せて自分たちの建物を維持してもらおうよと、はい、これを受け負う会社がマンションの管理会社というところがあるんですけれども、うん、マンションの管理人さんというのはほとんどがその管理会社から派遣されてくる、うん、いわゆる現場の責任者、はい、これがマンションの管理人さんなんです。ですからそこの管理人さんは実際住んでる方の、うん、まあ、お世話をすると、うん、生活のサポートをするという立場で、はい、私たちのマンション管理士というのは、はい、全く違う立場でしてね、うん、その生活上でいろんなトラブルや問題が起こったそういう方々から相談を受けて、でその解決をするためにいろんな、まあ、指導をしたり支援をしたり場合によっては援助をするというような、まあ、こういうようなことを業としている仕事、うん、まあ、いわゆるコンサルタントですね、はい、マンションとこうのかマンションと仕事をするんです、もう個人なんですか、お相手は、はい、これいい質問なんですけども、ね、はい、確かに個人さんの方が相手なんですけれども、はい、マンションの管理をしようとするとですね、マンションのお住まいの方っていうのは皆さん管理組合という団体を結成するわけなんですね、うん、でその管理組合を全員で結成する中で、その業務を執行する役員さんというのを決めるものなんです、はい、主にはその役員さんが毎年マンションの管理の運営をする責任者になるわけですから、うん、そういう方々から相談が来るケースが多くてですね、なるほどね、で私たちもその方々の支援をするために
その方々の会合、まあ、これを理事会とか呼びます、ね、そして、全体の管理組合では年1回総会というものがある、まあ、会社で言えば取締役会やあの株主総会やというのもあるんですけど、それとよく似てる形態があるんですね、はいはい、私たちはそういう席に出向いてですね、いろんな管理組合の諸問題のアドバイスをしたりですとか、うん、解決に向けての支援を行っていると。なるほど。こういうような役割いいですね、はい、具体的になんかこんなことやったよとかありますか。そうですね、事例というか、あのですね、その先ほどちょっとお話ししましたのは、まあ、マンションにお住まいの方っていうのは不動産やマンションの管理のことっていうのは素人ですよというお話をしました、うん、だからそのお金を払ってマンションの管理会社にあの管理の委託をするというケースがほとんどなんですけれども、うん、そのマンションの管理会社が自分たちのためにやっていただいている業務っていうのがちゃんとその約束通りできているかどうか、うん、ただでやっていただいているわけじゃないわけですよね。皆さんで出し合ったお金で、管理を委託してその契約通りの仕事をやっているかどうか、まあ、あるいはあのやってはもらってるんだけれども、それが本当にあの他と比べて自分たちのためのことを考えてやってくれるか、こういうことは判断できないですよね、うん、実は、そういうことを判断できるのが第三者なわけです、うん、ですから私たちっていうのはその第三者の立場で他の管理組合さんではこういうことをやっていますよ、あるいはこういうトラブルがありましたという事例をいろんな形でお話をして、それは皆さんのお住まいのマンションに当てはめるとこうですよという話をよくします。またあの価値観が違うというお話をしたんですけれども、はい、先ほどちょっと騒音の話も出ましたよね。あの実は住んでみると上の階のお部屋の人がうるさくて住みづらいんですよとか、うん、こういうその複雑なことっていうのは実は法律的にかなりの部分で解決をしなくてはいけないものですね。そうですね、はい、でこれも実はプロの不動産法律家にはどういうところに相談すればいいかと、うんうん、こういうことっていうのはまた分からないですよね、うん、その間にも入ったりするということ。そうですね、うん、ですからそういう当事場合によってはそういう当事者の方々にお会いして、ちょっと問題解決になったり、まあ、こんなことも、まあ、私たちの立場としては結構ありますね、うん、そうです、はい、あのここで、はい、チャットさんが質問があります。はい、キャット77プログラムさん、こんにちは。こんにちは。なぜ分譲マンションの駐車場代はかかるのかっていう。おああそうですね、これはですね、今その駐車場代といってもですね、はい、こう駐車場を考えますとね、地面に何台も止められるような駐車場ってありますよね、はい、これ私たち平置きって呼んでます。それと比べましてもう一つよくご覧になったことがあるかな、機械式立体みたいなやつですね。車の箱の中に入れてこう上行ったり下行ったり横行ったりっていう、これによってちょっと変わってはくるんですけれども、あの分譲マンションでですね、その駐車場代出すというんですけれども、このお金がどこに行くかというのが問題なんです。でこのお金は実は皆さんの管理組合さんのお金なんです、うん、そしてそれは貯金に回してそのお金を駐車場の維持や整備に充てると、うん、このための必要なお金なんですよ実は。ですからそこの貸主さん大家さんに払うものじゃなくて、大家さんが管理組合の皆さんのわけですから、はい、自分たちの維持とか必要なお金なんだというふうに思ってください。それを大家さんがそれでハワイ行ってるわけじゃないと。そういうことです。ってことですね。なんかハワイ行ってるイメージある。使ってるということですよね。そういう通りですね、はい、なるほど。それで維持されているんだということですよね、はい、なるほど。でも結構マンション買うとローン、月々のローンがあって管理費があって、うんうん、駐車場が、まあ、あれば駐車場代がかかって結構しますよね。そうですね、うんうん、意外にもちろん購入するときに、最初に買うときにそういうことが分かって買うんですけれども、うん、はい、実際思ったよりお金がかかるなというケースは出てくるわけなんですよ、うん。それはどういうことかと言いますとね、うん、例えば普通のお家、一戸建てのお家ですとね、直すのは自分で直すわけですね。場合によっては古くなれば自分で建て替える。マンションの場合っていうのは何しろ全員で持ってるものですから、その全員が持ってるものを直そうと思ったらやっぱり全員でやらなくちゃいけない、うん、これが一つですね。そして
もともとは建物が大きくて設備がいっぱいあるわけですから、それなりにかなりの大きなお金がかかると、まあ、いうことなんですね。で、それをもちろん最初から予定してお金をみんなで積み立てていくんですけども、うん、気がついたらちょっと足りない、うん、まあ、こういうことが最初から考えてるともっとお金がかかるようになったなっていうことで、これも実はちょっとトラブルのもとになったりすることがなるでしょうね、それは、うん、そういう時はどうするんですか。そうですね、ここがまた問題なんですね、はい、何しろあのお一人お一人住んでる人の事情ってものを聞いて回るわけにはいかないわけですよ、うんうん、ですからそこにその管理組合って皆さんの団体でルールを作るわけですよね。で、これから何年にわたってこういう修繕をしていくから、これでこういうお金がかかるんでみんなで負担ましょうよと、はい、まあ簡単に言えばそういうことをあのみんなで協力し合っていくということが一番大事なんですね、うん、でそれは理解しようと、はい、いうことですね。ですね。ただそれはあの皆さんの問題として片付けなくちゃいけないんですけれども、そういう時に私たちが実は必要になってくるんですね。プロのコンサルタントとして実はあの現状はこうですけれども、こういうふうにしなくてはよくなりませんよというようなお話、うん、知らないで払ってる人多いですからね、多分。そうですね、何に使われてたこの金はと、うん、確かに言ってる人多いですもんね、きっと。そうです ね、 ね、今まではあの関心がなかったんですよね、あの、うん、例えば、まあ、給料いっぱいもらえて、うん、経験良かった時はその管理費納めても、まあ、いてもなかったと。最近ここ数年ですね、うん、ちょっと家計が厳しくなったと、うん、で家計の中に管理が、まあ、ローンの他にあると、うん、で管理なんだこれはっていうことで気づいた方がですね多くなって、うん、じゃあこれをどうしたらいいかっていうので、そういう管理士さんが出てくるというですね、うん、時代の流れでですね、うん、そうですか。なんかそういう管理していて特にこれは重要だなとか、特にその住民の方々にも分かっていてほしいなとかっていうことはありますか。ね、そうですね、確かにいっぱいたくさんの問題を相談される立場があるわけですけどね、もともとマンションの携帯のことを考えますとね、うん、一生そこに住み続けようと思って買ってなかった時代があったんですよ、はい、つまり不動産がどん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 こう右肩上がりと言われて上がっていった時代に、ある程度の年数済んだら高く売ってそのお金でまあ一戸建てでも広いお家でも買おうよという形態だったのがですね、はい、構造が変化して不動産上がらなくなりましたんで、マンションも上がらなくなったと。そうしますと買い替えができないわけですよね。でそうなりますといよいよやはり最初からここに住もうということを皆さん考えるようになったんです。ですから今マンションにお住まいの方のもう半分ぐらいの方はですね、ここにもう最後まで住もうというふうに考えているわけです、うんうん、そうしますとね、やはりあの今いわゆる対の住処というんですけれども、はい、そこをやはり人生終わるまで最後まで住もうと思ったらどういうふうにしようということは考えなくちゃいけないんですね。一人ではできませんから、その周りのお住まいの方と皆さんで協力するためにどうすればいいかと、はい、ここが一番大事なところなんです。で、そのためにはですね、お隣や他の階、他の部屋にどういう方が住んでるかということを、まあ、これも知る必要があるわけですよ、うん、マンションはあのお部屋の中に入ってしまいますと生活が全然違うんで、うん、そういうつながりって実は全然ないんですね。そういうケースが多いんです。ですからあのいわゆる管理組合と私言いましたけれども、はい、そういう団体を通じてですね、あの、まあ、同じ屋根の下で住んでる者がやはり仲良く暮らしていきましょうと、快適になるように暮らしていきましょうと、うん、まあ、これをいうことを考えることが一番大事だというふうに思います、うん、まあ、それともう一つありますのはあの、まあ、大きな震災があったわけですけれども、うん、はい、ああいう時なんかもですね、やはりあのお互いに他の部屋にどういう人が住んでるかということが分からないとですね、うん、いざそういう大きな災害があった時に助け合うことができないですね。ですよね、うんうんうん、これが一番大事でしてですね、やはり同じところに住んでる人たちなわけですから、うん、お互いがやはり理解をして助け合っていかないと中住めないわけですよ、うん、なるほどね、うんうん、それはありません、でもなんかうち、あの実家分譲マンションなんですけど、
分譲マンションの人たちって、うん、なんか廊下とかですれ違ってもこんにちはって挨拶する気がするんですよね。普通のなんか友達ん家のマンションとかアパートとかに行ってもあんま挨拶とかないよな。なんだ、一緒に住んでるって感がないのか、分譲ってなんかそこに住むぞって決めてみんないるからかわかんないんですけど、今それを思い出しましたね。そうですね、あのその通りです。それはあのいわゆる住んでる方の意識の問題なんですね。やはりここが自分の住処だという意識を持ってる人っていうのはやっぱりおのずからそのようになってくるわけですよね。ですから、まあ、すれ違った方やあるいはエレベーターで一緒に乗り合わせた時に、こんにちはおはようございます挨拶する気持ちいいですよね。すごくもう実はそういうことができているところってのは非常に、まあ住み心地がいい快適なマンションだろうなというふうに思いますね。僕も小学校の頃とかマンションに住んでたことありますけど、その頃とかもう本当みんな仲良しでしたけどね、うん、マンションの中ね、うん、でも今は多分そのなんか個人情報の問題とか、うん、まあいろいろあってなかなかね、うん、周りとコミュニケーションを取ろうっていう人がまあ減ってきてるのかもしれないですけど、うん、もしかして怖い人だったら嫌だなとか、うん、ね、そういうのもあるかもしれませんね、うん、そうですね、自由が多分大きくあるんじゃないですか、うん、ね、引っ越しとかしてきたときにお隣に引っ越してきましたとかないですよね。今なんかタオル持ってきたりとかでしょ。それない、うん、それないなと思って。確かにないかもしれない。気づいたら違う人が住んでたみたいな。あ、はいはい、そうですね、あるんで、ね、なんかそう、まあ、賃貸だったらまあ分かるけど、ね、分譲だったら結構ね、そういうぐらいあってもまあ良さそうなもんですよね。さすがにそこまではちょっとルールで決めるわけにはいかないんですけどね。でもやはりそういうことをするという意識ってのは大事ですよね、うん、そうするとお互いがやはり気持ちよく長く住めるわけですから、ね、それ一回やればね、もうそれからは会うために挨拶があってみたいななるわけですからね、醤油借りに行けるぞみたいな、そういうその相談っていうのは結構あるんですよ。醤油貸してくださいとか。そうですね。でも醤油の、醤油の咲いたるやつがもう震災の助け合いじゃないですか。それそうです。醤油を貸せないやつは助けられない。考え方そうですね。その考え方大事ですね。醤油の一滴もね、貸せないんじゃ震災の時助けられるわけなくないですかっていう。逆に醤油貸したから助けてもらえるとかね。あの時醤油貸してくれたよね。あの奥さんいい人だったわねみたいな。え？そういうことですね。昔はおばあちゃんの時代はっていうようなコマーシャルがありましたけど、はい、確かにそうですよね。そうですよね。隣の宅配物とか預かってる、昔そうなんですよね、うん、いないから大人になってたんです、うん、そうね、あ、はいはい、そうです。それが重要ってことだ、そこに立ち戻ろうと、うん、ちゃんとそれがコミュニティというかですね、ご近所付き合い。そうですね、私たちの基本的な考えっていうのはですね、はい、そのまあ、メル住み心地事務所という珍しい、まあ、名前の会社なんですけど、そこに私のようなマンション管理士が5人おりまして、はい、でいろんなたくさんのマンションの管理組合さんもそのコンサルティングをしているわけなんですけどね、うん、あのやはりそこのマンションに住むことは住み心地を良くしようと、うん、みんなで考えること、これが大事ですと。で住み心地を良くできたらそこのマンションの価値は上がりますよと、うん、そのために私たちはあの全面的にサポートしますよと、まあ、こういうマンションがありますもんね。そういうのが生まれるだけでも、ね、もうそこを目指してましてね、日本中のマンションがやっぱりそれだけ住み心地をやってほしいなというのが本当に希望ですね、はい、っていうことなんですね。でね、そういう話を聞きましたけど、はい、そもそもですよ、このメル住み心地事務所という名前なんですけど、メルって何なんだと、これからみんな思ってると思うんですよ。そうですね。で僕も思ってたんですけど、さっきね本番の前に聞いたら、俺が思ったのが正解だったんですよ。メル、ね、そうですね、メルって何だと思います、森美ちゃん。メル、メル、メールのように親しみやすい、うんうん、分かんない、うん、なかなか出ないでしょ。なんだろう、これね、犬の名前らしいんですよ。えそう、どういうこと。メール住み心地事務所って犬みたいな名前じゃないですかって言ったら、いや犬なんですよ本当にっていう。会長一発で、ね、そう一発だ。そうです、ね、すごい、すごいでしょ。初めてですね、一発だけで。さすが、さすがでしょ、ね、なんどういう犬なんでしたっけ。犬なんですよね、マークが。そうですね、うちの事務所 の、まあ、創業者、
がですね、つけた名前なんですけれども、あのメルというのはブルドッグの名前だそうなんですね。でこのブルドッグというのはですね、やはりご主人様のために一生懸命尽くす犬、うん、そして、ことあった時にはこのご主人様を助けるためにもう勇猛果敢に戦うんだという犬がブルドッグなんだそうです、はいはい。私たちの基本的なコンセプトというのもそういうところにありましてね、そこに住み心地という名前をつけまして、メル住み心地事務所と。要はだからご主人様がマンションってことですよね。そうですね、マンションとこうね、そういう関係をなりましょうということだそうですね。という鈴木さんとパートナー企業として頑張っているディグアウトの僕の友達長田くんですよ。ね、今日は呼んでくださってありがとうございます。いや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 、もう超なんか頑張ってるみたいです ね、 なんかね、よく新聞とか載ってるんですよ、日経新聞とかにね、ありがとうございます。違い違い違い載ってね、すごいでしょ、友達が日経新聞すごいですね、あんま繋がらないでしょ、いいことが載ってるんですよ当然ね、ありがとうございます。ちょうど昨年の、はい、まあ、12月11月ぐらいから、ね、はい、立て続けに、うん、あの新聞日経新聞さんはじめ、業界の情報誌ですとか、はいはい、まあ、それこ そ、 そのリクルートのスーモさんの、まあ、情報誌ですとか、まあ、そういったところに掲載していただいてですね、うん、やはりあの我々もそういったこう我々は、まあ、マンションのコミュニティ作りというところで、うんうんうん、まあ、お仕事させていただいているんですが、はい、その時代の、まあ、ニーズがあるなと、はいはい、実感しているところであります、うん、ね。もともとね、まあ、もちろん先週ね早稲田大学ラーメン部の方々が来てくれたんですけど、僕たちの後輩の、まあ、長田君も早稲田なんですけど、なんかね僕はラーメンいっぱい食ってる間に長田君はね住みよい地球を作りたいと立ち上がったらしいんですよ。これずいぶん前ですよね、これ立ち上がったの高校生の時ですね、それ、僕らあの理系のクラスにいたんですけども、まあ、あの機械を作るとか化学製品を作るとか、はい、まあ、建築物を作るとか、はいろ、はいろ、まあ、選択肢がある中で、うん、僕の興味があったのがその地球を作ることと人間科学って人間を作るっていうのがあったんですよ、うん、人間を作るか地球を作るかどっち、うん、地球がいいなと思って、うん、で超でかい話ですね、壮大な、うん、あの地球ですね、環境資源学科っていうところにですね、うん、入りました、うん、はい、で大学の時に随分いろんなところにこう行ったらしいじゃないですか。そうですね、旅が好きでした、あの大学1年生の時に、うん、まあ、それこ そ、 その中学の同級生とです、ね、仲いい同じクラスだったですね、3人組がいてです、ね、うん、まあ、ずっこけ3人組みたいな昔本だったじゃないですか。 あんな感じでですね、タイに1ヶ月半行ったんですよ、うん、1ヶ月半なかなかのもんですよこれは。当時はもうあの14、5年前でしたから、うん、今よりもっとはちゃめちゃな、まあ、タイだったんですけど、うん、もうカルチャーショックですよね本当に、うん、もう18歳の時になんだこの世界はと。でガイドブック一応持ってったんですけど、うん、ガイドブックにないことだらけ で、うん、でガイドブック載ってないところにもいろいろ行ったりしてです、ね、でそこでその現地の人と仲良くなって、うん、まあ、家に泊めさせてもらったりとか、はい、連れてってもらったりとか、そういろんな体験をして、うん、旅って すげえなで、僕らってあのドラクエ世代なんで、はいはいはい、体調も同じで分かると思う、うん、ドラクエって分かりますか。分かってます、知ってます。あのもうドラクエの世界なんですよ、ね、本当に友達ができて、うん、宿屋に泊まって、うん、それがリアルドラクエやつですか、ね、うん、実感してからその後はですね、うん、本当にもう一人でですね、はいはい、いろんなあの本当大学の夏休み、うんうん、春休みの旅に行くようになりました、うん、一人ですごいですね、20カ国以上すごいですね、20カ国、数字で言うと大したことない数字なんですけど、20カ国もなかなか行けないでしょう、まあ、でいろいろ行きました。中でもあの、まあ、インドを縦断したっていうのが一番、まあ、うん、思い出深いんですけど、はいはい、これ3ヶ月行ったんですね。すごい。すごい。で、まあ、なぜこの時間が3ヶ月あるのかっていうと、僕は大学1回あの卒業した後にフリーターだったんですよ。で、まあ、旅をするために卒業した後で、であの一般受験で大学院に入って、あの続きをやってるんですけど、まあ、その間その空白時間を作って、まあ、世界中いろいろ旅をしたんですけど、でなんかインドをですね、やっぱり3ヶ月縦断した時に、でこの時あのオートバイを買って、旅した時に、でここの経験はすごい大きかったですね。現地の人と仲良くなって、で結構あのインドのバイクってあのすぐ壊れるんですよ。インドでバイク買ったインドでバイクを買ったすごいですね。で現地であのムンバイって最初南の方のムンバイってところでバイクを買って、で全然情報が全くないから、あのバイクはどこで買えるんだってところ、それも分かんないですね。だ日本に来た外国人が電気製品どこで買うんだって、で秋葉原行きなさいみたいな感じ で、うんうんうん、でそんな感じでバイク屋が集まる街にまず行って、
でバイク屋探してで買ってナンバーをつけてそこからスタートするんですけど、大体あの3日に1回が壊れるんですよ。すごいですね。で壊れるたびに現地の人に助けてもらうんですね。で中にはそのもう夜中だから止めさせてもらったりとか、ご飯作ってくれたりとか、一緒にバイクを直したりとか、あのドライバーとか持ってきてくれたりしてっていうので、もう本当現地の人に救われて、で生活体験を一緒にしてたっていうのがありましてですね、だんだんそれであの海外行って、で現地の人と一緒に住むとか体験する、生活を体験するっていうのをいろいろやっていくうちに、もともと地球を作りたいっていうことであの大学入ってたんですけど、なんか地球よりもこう家の方が面白いんじゃないかな、住まいを作る方が面白いんじゃないかなっていうのがあの思ったんですよ。でそれで、あのこう旅の日記をですね、こういろいろ書いてたんですよ、ウェブとかブログとかで。で当時そのいろいろ書いてた時に、当時 の今のスーモってリクルートさん の、はい、あの当時はスーモって名前じゃなかったんですけれども、そこの編集長さんがちょっと見てくれててですね、あなんか面白い経験をしてる変な人がいるねということ でなんか住まいに興味があるんだったら、はい、うちであの住まいの達人ブログっていうのは、あのコーナーを作ったから書いてみないかっていうあの誘われてですね、であの書くようになったんですよね。でその時何したかっていうと、まあ、当時あのいろんな建築設計デザイナーさんとか、それこそそのファイナンシャルプランナーさんとか、でマンション管理士っていうのは当時なかったですから、まだそこはなかったんですけど、いろいろ住まいの専門家さんたちと並ん で僕は当時学生だったの で当時やはりあの人の家に行くのとか、まあ、割と得意でしょって言われてですね、それで学生が今の学生がどんな部屋に住んで、どんな暮らしをして何を目指して日々を過ごしているのかを取材してこいって言われてます。なるほど。でその学生の部屋覗き見日記っていうですね、ヨネスケ的なことですね。そうですね、あのシリーズものをですね、やらせていただきました。それこそ本当に例えば弁護士さんを目指す、弁護士を目指す法務学科のやつはどんな部屋に住んでるか、辞書ばっかとか、六法辞書いっぱい並んでますよとか、ちょっとニヒルな東大生の部屋はちょっと薄暗いお部屋で、なんかこう物少ないみたいな、ちょっとシンプルな感じ で好きなレコードが飾ってあったり、美容師の卵の学生さんはもう本当にあのマネキンがいっぱい置いてあったりとか、もう本当それぞれ10人登場だなって。なるほど、ね、ますますやっぱこう作るもの、家を作りたい、家が気になってきたんですね。まあ、家というかその家を作ってその生活を作りたいなと、はいはい、暮らしを作るって、はいはいはい、でそういうのをしたいなと思ったわけです、うんうん、なるほど。それで今の仕事になってるんでしょ。そうですね、はいはい、で、そのコミュニティ形成支援サービス、はい、っていうので、はい、2つあるんですよね、はい、それをじゃあちょっと紹介してもらいましょうか。はい、はい、1つがですね、インターネットを使ってですね、はい、住民さんのコミュニケーションを取るという、コラボというですね、はい、1つの商品、インターネットのウェブシステムなんですけども、はい、ちょっとですね、こちらで見まして、はい、これなんですが、ご覧いただけますか。コラボですね、これが、はい、簡単に言いますと、はい、マンションで使うグループウェア、うん、よく企業さんなんかで使うグループウェアと同じようなもので、グループウェアとあとFacebook やミクシーのような SNS の機能の、はい、まあ、ドッキングバージョンみたいな形で、うん、マンション内でそれができるんですね、うんうん、マンション住民さんが ID パスワードを持って、うん、マンション住民さんしか見れません、うん、で何が見れるかというと、ここにあるようにお知らせとかカレンダーとか、はい、施設予約とかそういうのが見れたり、で住民さん同士で交流できたり、メッセージを交換できたり、じゃあみんなこれをブックマークして、あ、ね、来週餅つきアンダーみたいな、そ う, あ、そうそう、そんな感じですね、まさに、はい、でこれがこうやって iPad ですとか、はい、パソコンですとか携帯電話とか、光があるから、もうちょっと立てた方がいいかな、立てるのか、ほうがいいかな、はい、こうやってズームできるんですか、こうやってやって、はい、はい、こんなこういろいろあるわけね、アンケート、そうですね、コミュニティ役立ち情報、危険箱とかあるんですね、はい、これを見ると、すごい、はい、でやはり最近 のマンションさんはこうやって情報共有をしてですね、うん、はい、それは先ほど鈴木さんの話で出てきた、はい、理事会、うん、そういった、まあ、役員さんの会議の場としてでも、はい、こういった電子会議を使ってる、なるほど、今まで基本的にマンションってハードが非常にスペックが良くなってきてるんですね、うん、ただこの管理体制っていうのは非常にアナログだったんですね、今まではマンションどんなに良くても、で人が何百人住んでようが紙で回覧したりとか、回覧板とかね、今までそれが主流だったのが、まあ、こういうのを我々が電子できます、はい、電子的にやり始めたと、
会議も電子でやってるんですか。会議も電子でやるマンション増えてますね。それこそその修繕問題とか、ね、騒音問題が上がったよねって言って、電子上でじゃあどうしようとか注意書きを書こうとか、誰々さんが注意しようとか、チャットでやるんですか。チャットというか、まあ、ウェブ上の、まあ、ウェブ上のそういう書き込み掲示板のような、まあ、基本的にはスレッドを立てて、はいはいはい、そのメンバーしか見れないスレッドでやり取りをする。確かにね、日曜の4時に来てくださいって言ったって空いてねえよっていう人も多いですもんね。そうですね、うん、いや最近会議で集まろうっていう時間に来れない方とか、うんうん、いやそれはそうでしょう、やはり皆さん趣味だな仕事で忙しくてですね、うん、ですので会議場で見れる時に見ようというですね、そういうスタイル のマンション管理スタイルがまあ増えてきた。時流に合った管理スタイルですね。そうですね、はいはい、それがコラボね。コラボですね、はい、でもう一つは、もう一つがですね、はい、ユートというですね、はい、今度はリアルに、はい、人を派遣して、はい、このようにですね、実際に農家さんとか、はい、カルチャー教室の先生ですとかミュージシャンとか、うん、まあ、そういった専門家をマンションに派遣して、うん、イベントをやったりですとかカルチャー教室をやったりですとか、あとは農業体験会やったり、はい、リアルなそのコミュニティイベントをしてやる、うん、イベントやカルチャー教室、こういったものを企画してやっていく、このネットとリアルでコミュニティ作りをしていくっていうのは我々 の本業でございます。このユートってその名前がちょっと、はい、ね、流行りの名前、ベスト10に入ってその名前ですけど、これはどういう名前でしょう。新生児の名前っぽいですけど。そうですね、よく人の名前かって言われるんですけど、もともとの、まあ、語源がですね、漢字で結ぶ人って書いてですね、結ぶ人ね、ゆいという字ですね、あ、漢字でこうですね、これね、ゆうと、ね、ゆうと、なかなかいい名前です、流行るかもしれませんね。で、まあ、気持ちを込めたその結ぶって何を結ぶかっていうのが、うん、あって、一つはその住民同士ですね、はい、そこにマンションや団地に住む人同士、うん、先ほど鈴木さんの話もあったように、うん、この人のやっぱご近所付き合いと、まあ、それこそ商用を借りる中で、はい、そういった人と人との結びつきを、まあ、作る、うん、でもう一つがそのマンションに住む人と農家さんとか、うん、カルチャー先生だったりミュージシャンだったりっていうのが、そこを結ぶという、うん、井出隊長もですね、実は去年ですね、言うとしたんですよ。言うとしてくれましたですね。皆さん、なぜね、今日ね、サザンラーメン本の番組でマンションの話をしてきたかというと、言うとが関係してるんです、実は。品川区のですね、400ほどのですね、うん、大きなマンションの秋祭りですね、はい、我々が企画させていただいた、うん、その秋祭りでサザンバンドとしてですね、出演していただきました。そうなんですよ、すごい、うん、マンションの住民の方々に向けてですね、サザンをね、歌わせていただいたんですけど、うん、ここでね、サザンの凄さを知ったんですよ。そうですね、はい、まあ、サザンがすごいことは知ってたんだけど、いわゆるそら、ほら、マンションの住民の皆さんに聞いてもらうっていうことから、うん、おじさんもいます、おばさんもいます、おじいさんいます、おばあさんいます、子供もいますっていう、もうだから世代がもうむちゃくちゃなわけ、うん、だけど、そのどの世代にも受けるのがサザン、これですよ。すごい、3世代に聴いてもらえる音楽だったっていう ね、 そうですね。僕らのいつも言うキーワードの中に多世代交流っていうのがあるんですね、はいはい、それこそのおじいちゃん、息子、孫、それが一体になれるって僕、うん、この時サザンすごいなって思いました、ね、サザンすごいなと。全然なんか別にその祭りに来る予定じゃなかったおじいさんが後ろ通ってサザンが聞こえたらシャーって入ってきましたからね、うん、もうおじさんそしてまたもう上手ですから本当にもう本物が来てんじゃないかみたいな感じ で、 でこれ俺ですよですよね。そうちょっと俺某マンションの のキッズキッズルームを使って、こういう使い方いいですね。大丈夫、マイク目玉に入ってますけど大丈夫、目玉入ってるでまさにです、ね、老若男女いろんな方々にまだ受け入れられて、うん、体調も感じたと思うんですけど、距離がすごい近いと思いますか、うん、そうですね、うん、普段コンサートホールとかライブハウスと違って、はいはいはい、住民さんとミュージシャンの距離がで終わった後も打ち上げとかに、この後飯食わせていただいて住民の皆さんと皆さんの輪がこう縮まりますね。すごい距離がですね、一気に縮まる、うん、でそのユートっていうのは、うん、その住む人と、まあ、井出隊長のようなです、ね、ミュージシャンだったり、まあ、ある時は農家さんが来て農業を体験させたりとか、うん、ある時は英語の先生が来て英語を教えたりとか、はい、まあ、そういうことの結びつきっていうのをこれからやっていきたいなと、でそういうことをやることでそういうコミュニティ醤油を貸し合える仲になれるんじゃないかな、ね、でもう一個ですね、実は隠れた意味があります、はいはいはい、理想的なこう住まいとか場所のことを、うんうん、ユートピアっていうじゃないですか。お出た。でユートっていうのはそのユートピアに向かってる途中っていう
こういう意味が込めてるんだ、あとピアが、ピアが入る、だからこの、まあ、一歩手前というか、ね、こう向かってるんだと、トリプルミーニングなわけですね。いずれユートピアになるんだと、なるほど、そこの途中にあるというところですね。住み心地よりも上ですね。ちなみにこの漢字がですね、はい、私 の友人のですね、はい、書道家がいまして、さくらゆうこうっていう、そういう画号がある、さくらゆうこうっていう、まあ、アマチュアなんですけど、はい、この子も早稲田なんですけど、ね、素晴らしい、書いてもらいまして、うん、早稲田の輪が広がってるわけですね。このゆうとっていう名前自体も、これも違う友人なんですけど、某あの大手の広告代理店のプランナーやコピーライターやってる、あの佐久間さんという友達がいまして、はい、いろいろこう、もう本当に僕よりちょっと5、6個上の男の人なんですけど、うん、こういう企画を考えたと、はい、でそれの名前を付けようってところにですね、うん、まあ、飲みながらですね、うん、言うといいじゃんと、うん、でも大の大人2人がですね、うん、居酒屋ではしゃいで、はい、いいじゃんこれっていうことでちょっといろいろ考えたっていう経緯があります、はい、うん、こういうのを、ね、本当やってった方がいいっていうか、具体的にはですね、うん、本当にこういうあの、まあ、イベントで、これもあのメル住心地さんもこういった、うん、あのコンサルティングの中でですね、こういうイベントを開催して、はい、あの最近やってるのパブリックビューイングですね、うんうん、見れますか、こうやってあの、ね、プロジェクター使ってみんなで映画を見たりとか、あのサッカー観戦したりとか、そうですね、一つになろうと、去年の夏のサッカーの観戦ですね、オリンピックの時は。コミュニケーションですね、ドラえもん子供たちで見ようとか、うん、あとカラオケ大会やろうとか、任天堂 EU で、ね、はい、カラオケができるので、これなんか面白いんですよ、集会室みたいなあのお部屋がないとこういうことができないと思うじゃないですか、はいはい、ところがこの時の試みなんかはですね、このパブリックビューイングを、うん、エントランスのホール、うん、入り口のホールありますよね、ああいうところの壁にこれ映してるんです、あで椅子出して、そこに椅子出して、なるほど、そうしますとその仕事帰りで帰ってきた方も皆さん、あ、なんでこれやってるのって集まってきまして、大盛況だった、なるほど、ですからやろうと思えばできるわけなんですけど、それを相談してくれとですね、はい、場所とか言う前に、うん、こういうマンションに住んでみたいと思いませんか、いやいやいや、住んでみたいっていうか、そのもうユートで演奏しに行った時に思いましたよ、うん、僕はね、まあ、こういった形でね、うん、ある時落語家さんなんかも、ね、いましたね、落語家さん ね、 あとね、まあ、こう農業体験をやったりですとか、あの農家さんが来てファーマーズマーケットやったり、はいはいはい、うん、あとは、まあ、彼です、彼女ですね、あの書道家の先生です、ね、うん、とか英語の子供向けの英会話教室ですとか、うん、なかなかこうマンションでこんなのを開いてくれるっていうのを知らない人も多いから、そうですね、なんかお年寄りとかも安心してじゃあマンション買えますよね、うん、なんか、ね、そうですね、友達もいっぱいできます、そうですね、最近あの、うん、やはり一人の高齢者の方が多くて、その高齢者として集まるきっかけが欲しいっていうのはですね、あのいろいろあの言われるんですけど、うん、そういう時にですね、僕らがよくやるのがこういったもう本当に iPad の使い方講座とか、うん、スマホの使い方セミナーとかやると結構受けてですね、うんうん、みんな来るんですね、先日もあの300個ぐらいの大きなマンションでこういったiPad 講師やって、まあ、みんなでスカイプとかやって、うん、いやこんなのできるんだみたいな感じ です。でまたこうお年寄りの方が集まって、うん、まあ、彼は結構喋るのがないとやっぱりあの喋ることでこう、うん、元気になるというか、ね、普段一人にいると、なかなか喋る機会がないというところです、ね、なるほど、いい話ですね、そうですか、これがあのユートでございます、うん、マンションコミュニティ、ぜひご相談ください、はい、ね、あともう一個、もう一個喋る、いいですよ、あとは最近ですね、あの、はい、先日東進さんのそう安子先生出たじゃん、安子先生のご友人のテッド江口さんが、ご友人の方があの出てたと思うんですけど、そこのですね、あの東進さんとですね、あのコラボレーション企画で、マンションの教室で先ほどあのご紹介したようにお子様向けの英会話教室ですね、これをあのやり始めまして、でこれはあの、まあ、3月からですね、まあ、やり始めるんですけども、はい、まあ、あのお子さんを外に通わすってなかなか大変じゃないですか、小さいお子さんを、はい、そうですね、でマンション内だったら安心してできるねってことでですね、あ非常にあのいいんじゃないかってことでやり始めますので、楽しみです、すごい、あの英会話をですね習いたいお子さんをお持ちの方はですね、ぜひ我々にご相談いただければ、そうですね、これはいいですね、ね、やはり外に行かずにですね、自分の建物の中でこういう施設、あの教室があれば、親は安心してやる、便利ですよね、本当、俺は本当にそう思います、うん、またそれをきっかけに仲良くなるんですね、同じね、マンションの中の人たちで学べるからね、これもその先生と生徒の、まあ、言うとという感じ
はい、言うと。そうですね。そういう使い方すればいいですね。言うと。なんか今週言うとしようぜみたいな。今週言うとしようぜ。わかりました。言うとしましょう。はい。ぜひ皆さんで。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次のコーナー行きたいと思います。はい、本のコーナー。はい。今日の本はですね、人生を楽しみたければピンで立てという本ですね。うん、著者さんは、藤巻幸男さんという方と、阿久津康弘さんという方なんですけど、藤巻幸男さんといえばですね、元伊勢丹のカリスマバイヤーとして有名な方でして、今すごいんですよ、肩書きが。参議院議員です、うん、参議院議員、株式会社シカタ代表取締役プロデューサー、株式会社テトラスター代表取締役社長、株式会社トランジットジェネラルオフィス特別顧問などいろいろあるんですけど、もともと伊勢丹のカリスマバイヤーとして有名だった方で、ピンで立てっていうの、ピンとかっていうじゃん、ピン芸人、一人で立てっていう意味なんですけど、まあ、今大企業とかに勤めてても、その大企業が別に自分たちがこう死ぬまでずっと存続してるか分かんないし、いつ首切られちゃうかも分かんないし、いつ明日から飯食えなくなっちゃうか分からないっていう中で、ちゃんと自分一人でもまあ、いろんな人にこう評価してもらえるっていうかね、ピンで立てるように自己ブランドを確立させていきましょうという本なんです。なるほど。で、元々カリスマバイヤーとしてやってきましたけど、今こう独立してかなりこう業績というか、はい、結果も残している藤巻さんなんで、非常にこの本は、説得力がある本ですね。で、そういうふうにピンで立つためにはどんなことを気をつけたらいいかっていうのをまとめた本になってまして、まあ、いくつかそうポイントというか書いてあることを紹介しますと、一番面白かったのをまず紹介したいな。これはね、なるほどと思ったんですけど、まあ、長田くんと鈴木さんにも聞いてほしいんですけど、人生は自分が使えるやつかどうかにかなり左右される、うん、会社の健康診断だけは受けようっていうね。なるほどね。これもでけえ文字書いたんですけど、いやちょっと忙しいから健康診断で受けてる時間ねえよみたいなやついるじゃないですか、うん、忙しいぜみたいな、ね、うん、いやもういいよ別にそんなのめんどくせえみたいな、2時間も待たされるしみたいなやつがいるけど、気づいた時に体が悪かったらもう終わりだって、うんうん、確かに、うん、その通り。でこの人も、もともとそれで失敗してるんですって、うん、忙しすぎて全然こう健康診断とか受けなくて、うん、そんな中、拡張型心筋肥大症と緑内障を患ってしまっていて、今すごい後悔してるんですって。もう本当は予防は治療に勝るから、早めに手を打てば最悪の事態を免れるから、健康診断だけは絶対受けようと、このようなことが書いてあるんです。すごい説得力があるでしょ。あとね、女性誌は情報の宝庫、情報源を幅広く持とう。男だからっつって女性誌見ないっていうんじゃなくて、今やもう女性の心をつかめなければ商売なんか絶対できないんだから、女性誌とか、まあ、ネットでもいいよ、ウーマンエキサイトみたいなのもあるじゃん、ああいうのもこういろいろ見ていきましょう、ね、それから名刺をもらっても肩書きを見ない。名刺を見ないことで相手の本当の姿が見えてくる。なんとかかんとか株式会社代表取締役、おーすげえ偉い人だこの人に媚び言っとこうじゃなくて、そのおじさんももうね、来年にはその会社潰れてるかもしれないし、もしかしたら今は別にペイペイの人が 2,3 年後にものすごい人になるかもしれないんだから、自分でその本質をつかもうと、名刺に左右されずにね、いいこと言うでしょ。あとね、打ち合わせとかした時で、まあ僕らもペイペイだからその場では決められないんだけど、持ち帰り検討いたしますっていうのは禁句にしよう、うん、その場で決められなくても自分はこうしたいと思うということを残してから打ち合わせから帰るっていうのを身につけようぜ、うん、今回あれダメって言われちゃったけど、あの人すげえやりたがってくれてたからな、またちょっと次回、また今回は残念だったけどやろうっていうふうになるじゃん、うん、なる。そんなようなことが、まあ、藤巻さんのこう成功事例が、はい、自分でこう成功したこと、失敗したこと、うん、含めてこうがっつりと書いてありますので、うん、これは非常に説得力の高い本になります。なんか構想5年ぐらいかかってる本らしいので、好評発売中ですので、よろしくお願いします。はい、はい、うん、じゃあ次いっていいですか。はい、はい、ラーメンのコーナー、さあ今日のラーメンはですね、まあ、ずっと結構都内の店を結構紹介してきたことが来ることが多いんですけれども、今日はですね、新横浜のラーメン博物館、はい、こちらに新しくできました、
お店を紹介したいと思います。ですね、こちらのお店ですね、高知須崎鍋焼きラーメン谷口食堂というお店でして、ですね、これ1月26日から4月7日までの期間限定で、新横浜のラーメン博物館に出店しているお店なんですね。で、高知県須崎市という市がありまして、こちらに知る人ぞ知るご当地ラーメンがあるんですね。この鍋焼きラーメンというお店でして、いわゆるこの土鍋でラーメンを作って出してくるんですよ。珍しいですよ。珍しいでしょ、うん、で、まあ、あの須崎にしかないお店で、まあ、僕もあのこの谷口食堂っていうのはこの発祥のお店なんですけども、まあ、繁盛してるあの橋本食堂っていうお店にですね、有名なお店なんですけど、まあ、須崎で行ったことがあった、いや、あってすごくその思い入れのある、お店なんですけど、それが関東初進出してくれました、ね、で変わってて、具が変わってて、もうこれ見た目うどおうどんみたいな、そう、おうどんかと思いましたもん。ちくわが乗ってて、生卵と、まあ、青ネギが乗ってる、で、まあ、土鍋なんでもう熱々です。鍋焼きうどんみたい。そう、鍋焼きうどんみたい、で、まあ、鶏にすごくこだわってて、親鶏の鶏ガラがベースで、鶏の味をすごく強く出した醤油味のラーメンになってて、その親鶏がの肉が中に入ってます。それが結構ゴリゴリの感覚で、食感ですごく美味しいですね。で、この卵の使い方っていうのが、食べ方いろいろっていうのを紹介してるんですけど、卵崩し派、まあ、いきなりも崩しちゃう人、卵を沈めてちょっとこう固めちゃうって食う、あとこれ超あの邪道なのか分かんないですけど、最近少しずつ増えてるらしいんだけど、すき焼きみたいに卵をのけて麺とかこう絡めて食べる、あ、でも美味しそうですね、これ。そうですね、なんていろいろなこうね、やり方があったりしまして、これ非常に美味しかったですよ。僕も試食会にですね、行ったんですけども、とても美味しかったです。体調どうやって食べたんですか？僕はね、卵沈め派ですけど、ですけどね。でね、須崎市なんていう、須崎市っていうのを知らない人も多いかと思うんですけど、こんなにラーメン屋さんあるんですよ。すごいですね。須崎だけ。しかもみんな鍋焼きラーメン。いっぱい。すごい。すごいでしょ。密集地ですね。ね、知る人ぞ知る鍋焼きラーメンを、こう新横浜がこう全国に紹介してくれてるので、ぜひ行ってほしいですね。で、新横浜ラーメン博物館だから、まあ、行って1軒だけ帰るっていう人も少ないんで、まあ、ここ結構変わり種なんで、その食べ歩きのうちの一つにね、入れていただけると面白いんじゃないかなと思います。この鍋ラーマンっていうのが待ってますから。これはちょっと僕はよく分かったんですけど、キャラがいるわけですね。キャラがいるんでね。あ、そっか。ということで、今日の一軒は谷口食堂でございました。はい、チャットさんからの質問、はい、いいですか？いいですよ。チャットの、77プログラムさん、はい、ラーメン哲也の、はい、東京高円寺店、はい、どうでしょうか？ラーメン哲也、僕ね、高円寺店はね、まだ実は行けてないんですけれども、まあ、札幌では有名なお店でしてですね、私も10年前ぐらいから何度か北海道に行くたびによく食べてまして、まあ、北海道でもかなり人気の高いお店が東京1号店としてね、高円寺に出してるみたいなんですよ、うん、とてもなんだ、インスタントとかにもなっててね、はい、とっても有名なお店で美味しいです、うん、僕も醤油ラーメン、哲也の醤油ラーメン大好きですけどね、行きます、近々、ね、高円寺店にね、はい、はい、ということです。はい、はい、じゃあ行きますか、生歌のコーナーに。最後52分ぐらいだし、生歌のコーナー。さっきね、ラーメンミュージシャンとマンションミュージシャンみたいな話あったんですけど、実は長田くん、こんなバイクをインドにぶっ壊してる前にちょっとギターもやっているっていうね、ね、はい、多趣味なマンションミュージシャンなんで趣味ですけど、ということで今日はね、愛しのエリーを、はい、長田くんと一緒にやってみようかなと思って、はい、じゃあ行きましょう。準備、はい、これは僕の年代ですから。そうですよ、さっき言ったようにね、幅広い年代に愛されている曲で、愛しのエリーも我々は生まれる前の曲なんですよ。79年発売ですからね。そんな愛しのエリーを、じゃあよろしくお願いします。はい、いいね、今日楽しみにしてきたんで。ほんと、まさかスーツの長田からギターが出てくると思わなかったでしょ。エリーに釣られてきました。わお。はい。
いいかな、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、ワン、ツー、スリー、フォー。
番組もそろそろお別れの時間ですけれども、今日どうでしたか？すごく楽しかったですね、はい、マンションの話をしに来たんですけど、どちらかと言いますと、愛しのエリー、私の時代の歌が生歌で聴けて本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、どうでしたか？こういうね、やっぱ歌っていいですね。いいよ、やっぱりユートですよ、歌は。いろんな世代の人がね、男も女もお年寄りもお子さんも、みんな違う思い出のある愛しのエリーですからね、同じ歌ですね。はい、ちゃんと来てますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ告知の方をさせていただきたいと思います。ちょっといっぱいあるんでババッといってますね、はい、山地ナイトボリューム3あります、ラーメン評論家の山地力也さんの、ラーメン音楽チャリティーイベントライブを聴きながらラーメンを食えて、それが東日本大震災の、元気に回るという企画でして、2月の24日の日曜日、高円寺のショーボートでありまして、ここにで隊長バンド出てますけどですね、出ます、はい、ですごいのはね、ラーメンがですね、仙台は泉のウーフーシンという有名なお店なんですけど、の早坂さんという方がですね、わざわざこの日のために、ラーメンを作ってくれる、非常に美味しいお店なんです、ウーフーシン食べるだけでも価値のあるお店で、はい、お店じゃない、イベントでございまして、はい、これちょっと出てないですけど、スペシャル DJ でモノブライトのベースの、ね、方が、ね、いらっしゃるなっていうニュースもありますよ、はい、よろしくお願いします。それから、2月の28日木曜日、渋谷のテラプレーンでビートルズのカバーライブ、こちらをやらせていただきますので、これもよろしくお願いします。はい、はい、それから、ちょっと先ですけど、4月の21日の日曜日、東京クラブの千駄ヶ谷店で井出隊長のアコクワ2やります。アコースティックによるサザン桑田さんのカバーライブ、ワンマンライブになりますので、これもぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、忙しいじゃないですか。忙しいんです朝出版からのお知らせです。はい、新幹線お掃除の天使たちのミュージカルが決定しておりまして、3月16日に、土曜日から、24日の日曜日、9日間の12公演で、やります、主演が森ケヤキさん、松本明子さん、樹里咲子さんとか、AKB のメンバー、元 SDN のメンバー、それから元冬木さん、木の実奈々さん等々、元が続いてもいたします。で、チケットの方はね、もう発売中ですので、ぜひぜひサイトをチェックしてみてください。はい、はい、いっぱいあるんです。本屋さんに移行対象ね、実施中でございます。あなたが本屋さんで本当に、体験した心温まるエピソードを、募集中ということで、詳しくは本屋さんに移行対象のホームページで検索いただきまして、対象が20万円、優秀賞が10万円ということで、3月の31日当日消し有効で募集中ですので、よろしくお願いいたします。はい、はい、告知は全て終了いたしました。それから、メル住居コーチ事務所、はい、そして、ユートだけじゃなくていいんだよな、ユートもコラボなんだよね。そうです、会社名はディグアウトです、ね、ユートをやりたい人、それからコラボを導入したいマンションの方、そうです、ね、ディグアウトまでご連絡いただければということでございます、ね、よろしくお願いします。そして、はい、揉める角には服着たり、はい、これも見てください、途中から見ても分かるのかな、これ。分かります、分かります。なんとなく1話完結っぽい感じだもん ね、うん、ね、見てください。はい、森美晴菜ちゃん映ってます、ね、ということで、来週どっちからだっけ。来週はファクトリーから、はい、来週はじゃあ青山のファクトリーからお届けします。来週はね、バレンタインなんですよ。だからバレンタインということで、もう女性のゲストを僕はずっと探してましてですね、来週はラーメン女優のふずきちゃんがゲストで、バレンタイン特集、バレンタインだけどラーメン特集やりたいと思います。はい、今日のゲストは長田正幸くんでした。ありがとうございました。そして鈴木貴晴さんでした。ありがとうございました。アシスタントは森美晴奈ちゃんでした。ありがとうございました。そして私、一代表でお送りしました。ではまた来週、さよなら。